今年4月県庁横にオープンした奈良公園バスターミナルについて県はきょう周辺道路の渋滞緩和に一定の効果を見出したと発表しました奈良公園バスターミナルは利用の予約をすることで観光バスなどの乗客を乗り降りさせることができる施設で周辺道路の渋滞緩和に効果が見込まれていました 県によりますと去年5月24日とことし5月22日の平日の一日の交通状況を調べたところことし5月22日にバスターミナルを利用した団体バスは282台でしたこれは大仏殿前駐車場の去年一日の平均利用台数280台と同程度だといい 県は県庁東交差点から東側での渋滞緩和に一定の効果を発揮できたとしていますしかし渋滞時間の推定では去年は渋滞が見られなかった区間で渋滞が発生しておりバスターミナルの予約をしていないバスが予約なしで利用できる駐車場に集中したとも考えられるといいますなお県では今後休日の渋滞状況なども発表することにしています